たね。はい、はい、始まりましたのり戦2なんですけれども、はい、まあ、前半戦を見ていただいた方はご存知の通り、ただいま私たちは、はい、追い込まれております。追い込まれております。はい、私の方が、はい、投資の方が1万7000ゴールド、回収の方がなし、なし、あ、そうですね、番長を、はい、モンハンザクラート落ちましたが、はい、得られるものは何もありませんでした。なるほど、はい、私の方は番長パイレーツワールドを打ちまして、うん、投資の方が1万9000ゴールド、うん、回収が同じく0枚となっておりますので、はい、お互い今トータルで2人で3万と6000ゴールドで、じゃん、これが今まで、それを踏まえると後半戦の結果次第では、うん、またマイナスに戻るってこと、またここが赤くなる可能性はありますね。ね、嘘だよね、ケンちゃん、嘘って言ってくれる？何が？だってさ、うん、ちょっと前までプラス十何万みたいな、うん、ゴールドってなってたのに、なんでまたマイナスに戻るの？多分ね、我々賢者勇者遊び人の3人があまりにもちょっと不甲斐ないような気がしてきたので、そう思われてると思うんですよ、多分見てくださってる方にも。そこをどうにかちょっと打破したいなって、うん、でそれで自分勇者ってなんで、でも僕はまだレベル1なんで仕方ないと思って、で、ケンちゃんあんだけ一緒に打っといてさ、はい、まだレベル1って今までいっぱい冒険してきたじゃん。だって前半戦のオープニングで言ってたじゃん、初心に帰るんだよ。あ、今までのことはなかったことにして、うん、だからプラスのだけいいんだよ、プラマイゼロからスタートしたつもりで。超前向きだね、ポジティブシンなんちゃらキングシンキングなんで、いいね、こんなんどうでもいいんですよ、今日の結果次第です。今日の結果分かった、今日プラスにして次僕の回に回ってきた時にまたマイナスになったら怒ります。うん、なんで頑張ります、頑張りましょう。OK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  今日はこの番組に可愛い女の子たちが遊びに来てくれました。こんにちは。はい、私たちはですね、8月4日パチスロの日キャンペーンガールのパチスロガールです。はい、私たちはですね、8月4日パチスロの日を世間にもっと知っていただきたいという目的で結成された4人組グループなんです。現在豪華景品が抽選で当たる8月4日パチスロの日ドリームキャンペーンを実施してます。はい、なんと特賞はですね、シンガポールツアー3泊5日マリーナベイサンズホテル20組40名様分、その他にもソニータブレット100名様分などなど豪華景品が当たるキャンペーンなんです。さらに全国のパチスロホールで貼られているポスター、このポスターの QR コードを読み込んでいただくと素敵な待ち受け画面がもらえちゃいます。皆さん、こちらは8月10日までとなっているので、どしどしダウンロードしてくださいね。なるほど、盛りだくさんですね。はい、締め切り間近ですので皆さん早めにご応募ください。それでは最後に私たちの決めゼリフやっちゃっていいでしょうか。はい、はい、それでは皆さん、8月4日は何の日ですか。パチスロの日。皆様のご応募お待ちしてます。皆さんぜひご応募してください。はい、それではですね、僕たちにも決めゼリフ覚えてますか。前回もちろん覚えてます。あ、じゃあ今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではいきます。せーの、目指せ地方ロケ。というわけでパチスロガールの皆さんでした。今回撮影に協力していただいたリッチランドスロット館は JR 宇都宮線東大宮駅から車で約5分、スロット350台のスロット専門店。当店では1階禁煙フロア、2階喫煙フロアの随所に空気清浄機を設置、どのお客様にも満足していただけるよう快適な空間をご用意しております。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。それでは後半戦スタートです。とりあえず後半戦、台を探しまして、一応もうこの台しか、奈良ちゃんは新しいシャフランを発見したようね。一応確率的には悪くない。2396ゲームでビッグ6バケ9のザクラアペックス、これしかなかったので、この台ちょっととりあえずレギュラー確率はいいんで打っていこうかなと思います。ケン君の意見はどう？とりあえず確率いいから、あ、
じゃあちょっと禁煙。もう喫煙フロアは正直いい台空き台全くないんで。1階の禁煙フロアを探索していると、じゃあちょっとだけこのジャグラー打ちます。高設定の期待が持てそうな台を発見。まあ勝負に出るか堅実にジャグラーを打つかっていうところで、その後者の立ち回りちょっとやりたいと思うんで、とりあえずジャグラーから後半戦は始めたいと思います。こうして2人とも後半戦はジャグラーからスタート。お、来た。まず初めにボーナスを引いたのはララちゃん。ああ、レギュラー。まあまあ、このレギュラーのコインでつなげればいいんです。そしてケン君の台も、よし、レグが302分の1までなったんで、レグであればまた追っかける要素になります。ビッグだったら勝ち逃げも視野に入れて、よし、まあ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 、このジャグラーでの投資が 4K ですね。 4K で379ゲーム、よし、ジャグレンに期待しましょう。そしてまあ多少ちょっと打ってみて、レグが当たんなかったらちょっと大移動しますか。ジャグラーは100ゲーム以内がレンチャンゾーンで、クレジット分が超高額で、100ゲームから150ゲームが引き戻しゾーンです。僕の中のこういうノーマルタイプを打つときは、まあノーマルタイプ、ジャグラーを打つときはなんかそういう勝手な自分のオカルトを考えながら、意識しながら打ったら一番面白いです。別にそのオカルトを元に立ち回るっていうようなことはしませんが、いざ打ち始めたら楽しんだもん勝ちだと思うんで、ただ無心に打つよりかは何かしら考えながら打つようにしてます。飲まれる、入れます。一方ララちゃんの台は飲まれちゃったわね。一応まだ5、6以上のレギュラー確率。さあこの後の展開はどうなるんでしょうか。よし、これはダメですね。全然回してませんが、すぐに300分の1レギュラーを超える台をあえて選んだんで、全然回していませんが、ケン君は91ゲーム回したところで終了ね。やめたいと思います。レギュラー確率も悪くなったんで、他にもレギュラー確率いい台あるんで、とりあえずこの台はやめます。ナイスですね。そして持ちコインを持って大移動。よいしょ。はい、というわけで、ジャグラーすぐやめて、もう一個背中越しにある台、レギュラーがズバ抜けて、まあ、ズバ抜けてっていうことじゃないんですけど、非常によろしい台なんで、この確率を当てにすれば全然可能性あると思うんで、とりあえずこの台をちょっと打っていきたいと思います。一方のララちゃんは、なんで今日こんな当たんないんだろう。お、来た。ほらね、150ゲーム、これジャグラーで一番きつい展開。そして追加投資。また追加投資になっちゃったわね。台を移動したケン君はどう？おう、めっちゃ変なところ目押しした時に限って光っちゃうんですよね。恥ずかしい。さあさあさあ、
もうまだ全然レギュラー確率は追いついてるんで、ここはビッグが欲しいところ。あ、2人ともなかなかビッグが引けないわね。249ゲーム、おお、これが超広角ゾーンです。クレジット内、あくまでもケン君のオカルトですからね。ビッグでお願いします。よし、やったわね。後半戦初のビッグボーナスをゲット。12ゲームビッグ、かっこ調校中。やっぱ当たるジャグラーは面白いですね。大移動が成功のケン君に対し、ララちゃんはちょっとケンちゃん見に行こう。お、よし、イエス、いい感じ、いい台確保したね。まあ、だから今日は攻めるにはちょっと厳しい状況だよね。だからさっき言ったんだけど、今日はうまく攻めて終始を、まあ、地方ロケに近づけるっていうよりかは、今日はしのいだ方がいい、うまく。だからね、次以降もつながるわけだから、だから無理にここで勝負出るのもどうかなってはちょっと思った。この状況で高設定が入ってる上でがむしゃらに打つんだったら、少なからず高設定に座る可能性もあるから、それはありだと思うけど、今日のこの状況を考えたら、まあジャグラーがあるから、なんかうまくそれでしのいどうがいいのかなって感じはする、うん、あ、もうちょっと打ってみる。まあ一応俺もこれもうちょっとだけ打つよ。うん、頑張って、うん、めっちゃいいじゃん確率。うん、今のところいい。頑張ってね。はい。いや、ケンちゃんはとりあえず今のところ全然かなりいい台を打ってるので安心だな。問題は私。おう、ほら引き戻した。よし、193ゲーム、引き戻しゾーンでビッグ、うん、オカルトを唱えたらそれなりに楽しめるんですよ。やっぱ面白い。そして、おう、88ゲーム、危ない。もうちょっとでレンチャンゾーン終わるところでした。よし、ララジオ、ララジオ、ちょっと隣が空いたんで、ララちゃんが打つかどうかだけ相談に行きます。もうダメだね。空いたよ。空いた。あ、どうする、スタンディング。行く。確率いい。まだ許せる。まだ許せる。まだ許せる。うん、あ、スタ行くわ。お、なんかすごいいい感じ。悪くなってるけど、レギュラーは引いてるんだ。それでは1階フロアに移動して、ケンちゃんの隣のザクラを今度は打っていこうと思います。ケンゾーの左にララちゃん、うん、前回のモンハンの時にあえて狙ったケンゾーの隣は機械割りが高いっていう、うんうんうん、理想のフォーメーションだね。理想のフォーメーション、うん、あ、ほら。何これ、さっきまで全然当たらなかったのに。どっちだろう。あ、まあレギュラーだけど、まあまあまあ、じゃあ先に光らせた方が勝ちね。え、先に光らせた方が何勝ち。あ、じゃあ、うん、負けたら質問に何でも答える。さあ、先に当たるのはどっちかしら。違う国じゃんね。お、やだ、来た。いやいや、ダメだよ、ダメだよ。なんでダメなの。いいよ。やった、しかもピンクだ。
先にボーナスを引いたのはララちゃん。一体どんな質問をするのかしら。うん、ケンちゃんは、うん、お小遣いっていくらもらってた。ちっちゃい頃、うん、俺覚えてるのは少ないってぐらいかな。なんか細かい額は覚えてない。なんか部活してたから、うん、イエイ。質問に答えている最中にケン君もボーナスゲット。ちょっと待って、ビッグだと思う。レギュラーだと思う。ビッグ。よし。それでは先ほどの続きを教えて。お小遣い少なかった。部活してたから、うん、テニスやってたんだけど、うん、で、ほんと真剣にガチで部活やってた。運動人間、運動バカだから、うん、なんかあんまりお小遣いもらっても使い道がなかったから、へー、なんか貯めてラケット、シューズ買ったりラケットに費やしたり、そういうものに費やしたり、うん、愛媛選抜だよ。すごいよね。俺パツロでもメンタル弱いじゃん。チキンやろうって言ってるじゃん。最後シングルの方なんだけど、ああ最後のインターハイがかかった予選、ああ県予選、ああで愛媛県の前に松山市っていう市の予選があるんだけど、ああ第一シードで最後の大会市の1回戦で負けた。それはプレッシャーで、うん、プレッシャーで思うようなプレーができなかったってこと。そうそう、うん、あ、だからプレッシャーに弱いんだね。そう、それが人生の一番後悔してること。はあ、今でも、うん、ケン君の意外な過去が明かされたところで、おし、お、今度はケン君が質問権をゲット。うん、はい、じゃあ、うん、多分気になる人絶対いっぱいいるから、うん、ズバリララちゃんの男性彼氏にする理想な形、理想好きなタイプ。好きなタイプ、うん、嘘をつかない、うん、優しい、面白い、うんうん、かな。なるほど、嘘をつかない、面白い、優しい、うん、容姿とか気にしないの？全然気にしない。へえ。だそうですよ、ララちゃんのファンの方。へえ。びっくりした。ありがとう。当たんなくなっちゃったよ、変なこと考えてた。ここはビッグがいいな、もう。ああ。もうレギュラーはいいですね。2700ゲーム弱で12回。やるじゃん。イエス。軽いね。軽いね。いい台だね。いい台だね。うん。ね、全然当たんなくなっちゃった。ああ、でもまだレギュラーは足りてるんだよね。レギュラーは足りてる。ララちゃんハマりすぎだよ。え？え？って。分かってるんだよ。今日なんかさ、うん、何やってもダメな日ってあるじゃんね。あるね。私まさにそれなんだよね今日。うん、そっか。なんかケンタ悩みとかってある？悩み、悩みなんだろう。ヒゲが生えない。あー、めんどくさくないね。おうわ、びっくりした。超びっくりしたよね。びっくりした。油断してた。マイク越しで俺のイヤホンにもガコってくるからびっくりした。あー、よかった、ビッグで。ナイス、おめでとう。ありがとう。ここまで調子が良さそうに見えたケン君の台ですが、うわ、若干ブドウも悪くなってきたな。1200ゲームぐらい回してブドウが今 6.4 ですね。なので一時期のまあ 5.9 に比べると徐々に徐々にちょっと落ちてきてます。終わった。
ちゃんの代は持ちコインが全て飲まれてしまいました。わあ、もうブドウお話にならない。じゃあとりあえずその代はやめだね。うん、やめる。はい、ということで、ジャグラーはやめます。で、まあ時間ももう実践時間1時間ないぐらいなんですけど、まあいろいろ確率のいい台に座っていたつもりなんですけれども、当たらず負債を増やす結果となってしまいました。ちょっとこの後台を探して他に打てる台があれば打とうと思うんですけど、この台を打つ前もずっともう今日店内かなりぐるぐるしてるんで、目星台っていうのがもうそこまで、まあ、空き台になることは難しいかなっていう状況なので、もしかしたらこのまま実戦終了になるかもしれないんですけど、とりあえず台を探しつつ、県に回りたいと思います。さすがにジャグラーはもう追えないわね。お疲れ様。おう、予想見せたら当たりました。単独。おーし、危ない。下皿が半分以上飲まれてたんで。さあ、ケン君、奈良ちゃんの分も頑張ってちょうだい。おう、嬉しい。これのレンちゃんは嬉しい。ビッグであればですけど。よし、これで本当さっきの飲まれる前の出玉分は戻ってきたと思います。そして1517ゲーム打って、ブドウが、うわ、 6.5 まで落ちてますね。あっても5かな。でレギュラーも地味に悪くなってきてるんで、5すらもう危ういかもしれないです。もしじゃあちょっとこの台はやめましょう。これはないですね。まあ少なくとも6ではないと思います。よし、まあ正直残り時間考えたらぶっちゃけ設定なんか関係ないんですけど、ビッグさえ当たってくれれば。ビッグがこの短時間で当たったところでっていうのはあるんで。さすがのケン君もこれまで。クレジットがなくなったら終了かな。おお、あら、ナイス。もうここはビッグでいい。本当にビッグでいいです。お願いします。お願いします。よし、イエス、おめでとうケン君。226。はい、というわけで3507ゲームで、まあ12回のあと100ゲームで300ゲームいっちゃうんで、まあ前年の方と合わせてのデータがこれなんで、レギュラーが超良好な台を打ったってことで、僕だけのデータを見れば相当レギュラー確率は悪いんで、で、まあそれを踏まえた上でブドウが今さっき上がって依然 6.5 以上良くなろうとしないんで、この台はまあ設定5以下と判断してちょっとやめたいと思います。で、時間が時間なんで次打てる台どうか分かりませんが、打てる台があるかどうか分かりませんが、一応ちょっとこれ投資とか全部調べたいんで、ちょっと出玉は流します。1回、はい、738枚なんで、まあこの後打てる台があるかどうか分かりませんが、極力ララちゃんも多分同じことしてると思いますが、
もう高設定と確信付けられるようなデータの台を打つ、もしくは天井狙いで歴史の台があれば打つって感じで、まあ、まだプラス収支になってないんで、またちょっと結構の間上の喫煙コーナーも見てないんで、島周り見てから打てる台あるかどうか探したいと思います。でも結局これで実戦終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。悔しいね。悔しいです。すっごい悔しいわ。いやでも、うん、やりきった感はありますよ。本当？はい、ま、もうこれ以上は、うん、ないってぐらい、うん、出し切りました。うん、出し切りました。はい、というわけで今回の終始ですね。はい、どっちから行く？私の方からいきます。うん、オッケー。僕の方は、はい、前半戦は、うん、番長経由、パイレーツワールドで、うん、終わったんですが、後半戦、うん、開始からジャグラー打たせてもらって、うん、計何台だ2台打って、うん、投資の方が前半からプラス4000ゴールド追加した、うん、トータル2万3000ゴールドですね。で、回収の方が最後のビッグ2連ポンポンと当たった分がありまして738枚、うん、で、サマイの方がマイナス8500ゴールドにてフィニッシュという形となりました。いや、よくそれで収まったよ。はい、うん、対する裏ラジオの方は、私は、はい、朝一は番長打ちました。はい、もう明らかに据え置き挙動だったんでやめ、はい、その後モンスターハンターに行きました。モンハンは、広角判別含め2台打ったんですけれども、まあ今日はちょっとモンハンはダメだと思って、うん、でもそこからジャグラーに移動しました。で、ジャグラーを打ちまして、前半戦フィニッシュ、後半戦に入って、まあレギュラー確率のいいジャグラーを2台打ったんですけれども、両方とも残念な結果に終わってしまい、投資の方が全部で3万8000ゴールド、はい、で回収がなしなので、そのままマイナス3万8000ゴールドという、なるほど、すごく残念な結果になりました。はい、それに伴って、はい、2人の合計が本日マイナス4万6500ゴールド、うん、目標まで28万7500。あのさ、すっごい振り蓋し、はい、もうなんかもう元に戻ったけどさ、はい、それでもあ、まだプラスなんだって思ったよ。次回バイソンさんに頑張ってもらいたいなと。そうだね、正直安心してます、自分でマイナスになったかったわけ。これでまた松本さんがへこんじゃうから。真面目な話していい？うん、何？手応えはね、掴んできてるの、本当に。乗り線？乗り線の全ての勝手を分かった上で、もう3、4週ぐらいしたけど、うん、こうやればいいってのは分かってきたから、うん、だって今回意外と自分でもびっくりしたけど、ジャグラー打ったのは初めてだから、うん、だよね、うん、ずっと ERT ばっか打ってきて、うん、だから本当固くいけば今回のこの、まあ、全部の状況を加味した上で、うん、まあ、負けるべくして負けたって言えばあれだけど、うん、正直自分の収支マイナス8500ゴールドには満足してるから、うん、ちょっと引きの部分もね、そうそう、今回はしのぎ方が大事だった感じはする。さすが勇者じゃん、うん、ね、いやだって勇者っぽいことを決めた、最後決めた、決め台詞言った、決め台詞言った今、うん、言った、キリはい、まあもう閉めちゃうよ、閉めてください、もう、うん、だからね、そんなこんなで、はい、またね、元に戻ってしまったのり戦ですが、はい、まだまだまだプラス中止なので、はい、ここからだと思って、はい、これからもう、ね、うん、より頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではまた次回もお楽しみに。さよなら。さよなら。